バイオハザード RE2 パート12です。知っておくれ。相手も何もねえのかよ。お前ら早えな。なんで今ので捕まれんだよ。マジ鬱陶しいわこれ。めちゃくちゃダメージでかいし、足遅すぎるだろマジで。どんだけ足遅いんだよ。これであなたを二度救ったわ。まさか数えてたとはね。これはゲームじゃないの。おいマジか。死なない奴ばかりね。カードキーは持ってる。これもね。その内容を説明してくれ。それは私が聞いてから。ここを出ましょう。まずはシャッターを開けて。開けろってか。犬は全部掃除済みか。エイダが木島？飯島？こっちしゃがめないんですけど、そういう機能ついてないんですけど。目的の情報はそれか。残念だけど違う。ベンは失敗したみたい。なら君は何を探してる。この混乱を招いた責任者について。それであなたは世界でも救いに行くの。この状況を誰かが伝えに行かなければ。この町には救援部隊が必要だ。アイテムねえのか。必死に探してたのに。ガンショップケンドウ。ここまでね。あのガンショップを通るしかなさそうね。なんでこんな底が抜けてんだよ。これ道路崩れてんのか。ピピック。この時点で怪しいって思えよ、レオン。ひどいありさま。今見っけ、ロングバレル。W870 専用のカスタムパーツ。装弾数が倍の8発に増える。弾速が速くなり、弾の拡散が絞られるため、威力の向上が期待できる。後からつけよう。弾回復されるんでしょ。弾が増えるってことは。天使への置き手紙。ケンド、あなたが大丈夫なのは分かってるわ。何か事情があるのも。でももし他の手が打てないような状況になったら、行き先は分かるわよね。力になるわ。ジル・バレンタイン。ジルさんもまた今度。いや、何もないでしょ、そこ見ても。
アイテム全部取った。何見てるふりしてんだよ。動くな。何もしない。動くなって言ってんだろうが。ここを通り抜けたいだけだ。銃を下ろしてくれ。うるさい。さっさと向こうを向いて、今来た扉から出て行け。その子、症状が出てる。黙れ。娘のことはお前には関係ないだろう。銃捨てて。よせ、やめろ。そこをどいて。その子が変わる前に処理しないと。処理だと。俺の娘なんだぞ。エイダ、もういいだろ。エマ、そこを出るなと言ったろ。パパ、ああ、ここにいるパパだ。いいな。あの連中にやられたんだ。家族みんな、あんた警官だろう。なんでこんなことになったんだ。なんで俺たちがこんな目に遭うなあ。俺たちの天使だったのに。ママ。ママは眠ってるんだ。いいね。そろそろお前も寝かさないとな。エマ。さっさと行けよ。娘と二人にしてくれ。彼には真実を知る権利がある。違うか？何が起きてるのか教えてくれ。こんなこと止めないと。あんな人たちを救いたくて俺は警官になったんだ。私の任務はアンブレラを止めることなの。命がけになる。この町を救うためなら何だってやる。子供の感染者出すんならさ、ちゃんと治せるようにしといてよ。ゲームなんだから。シェリーみたいに。ケンドも普通に助かって PSA 入りでよかったと思うんだけどな。せっかくリメイクしてんだから。アンブレラ社は知ってるのね。アンブレラは密かに生物兵器を研究してた。恐ろしいウイルスよ。人を不死身の化け物に変えてしまう。今の状況も説明がつくな。だからアネット・バーキンを追ってるの。アンブレラの科学者でウイルスをまいた張本人よ。彼女を見つけて捕らえる。アネットはこの先にいる。なるほど。下水道か。そうよ。お先にどうぞ。ああ、どうも。科学者がこんなところにいるのか。本部の情報によればここはアンブレラの施設とつながってる。おいおい、下水は公共のものだ。どうやったらこんな場所を使える。企業国家アメリカへようこそ。アンブレラは長年ラクーンシティを牛耳ってきた。なんだよ、今のは地震か。そうだといいんだけど。でかっ。なんだあれは。ん？あれ？こっちか。セーブしてけど。まだか。まだ引き返せるわよ、レオン。
まさか最後まで付き合うぜ。タックルされた。最後までっていつまでだよ。こいつらお互いのストーカーだよな。降りるの？本当にこっちでいいのか？残念だけど。待ってろ。どういうことだったんだよ結局。満足か、食いしん坊の化け物が。レオン、こっちよ。こんなの笑えないぜ。いいから上がって。だから油断しないでって。人を化け物にするウイルスじゃなかったのか。ありゃワニだ。正論ね。無事逃げられたなんて感心。エレベーター。整理させてくれ。アンブレラは化け物をどこに売るつもりだ。軍か、他のどこか。売るのは化け物じゃない。化け物にするウイルスよ。それを作ってるのがアネット。とても危険な存在よ。さっきのワニはずっと。ウィリアムがやったみたい。何者だ。アネット・バーキンよ。彼女が例の。時間がない。早く処分しないと。G ウイルスを出しなさい。それは無理ね。これは警告よ。あら、そう。おい、待って。銃があるなんて反則よ。レオン。俺はいいから早く行け。彼女を止めるんだ、早く。施設のすぐそばよ。アネットを追ってる。彼女が持ってないならネストにあるはず。手に入れたら解析に回すわ。逃げなさい、アネット。逃げられるものならね。なぜコートを脱ぐ。あ、そうなってたんだ。植え付けられてたってことか。え、ゾンビでも大丈夫なの、あれ。 G ウイルスって。セーブ戻れないよ。動かない。
EMF スキャナープロジェクター。壁に埋まった配線や電子機器を探し出しハッキングすることができる。便利だね。微量な EMF 電磁界を検知して隠れた配線を壁に投影する装置。特殊な干渉波で一部の機器を遠隔操作することもできる。秘密道具の出番。ガジェットばっかりだな、間は。ハッキング。押しっぱなしか。ちょっと、もうちょっと説明が欲しい。怖っ。どこ行った？てか、あれ一発で死んじゃうよ。ちょっと待って。ハーブじゃなかった。ちょっとはしご登る姿は不格好だな。ほんと舐めた格好で仕事してるよな、エイダー。アウトし、違う。あっちか、まずは。飛んだ。嫌がらせ好きだな。ゴキブリ好きだな、カプコンは。あ？起きた？おはよう。点検報告書9月第1週。先週もお願いしましたが、故障したリストタグの替えを一刻も早く支給してください。ご存知の通り、例のリストタグは本施設の一部の扉を開くキーの役割を果たしています。つまり代替の品がなければ私のチームは満足に業務を行えません。これを怠慢だと思われるのは心外です。はい。何もなし。はい、おはよう。あ、ちょっと待って。どこ行くの？ん？あいつ追いかけてくんのか。鍵を閉めるとかできないのか。配線がつながってるけど、ん？これ辿っていくと、こっちじゃないのか。赤く光ってるけど。ブーエーじゃなくてさ、あっち？ちょっと待って、何したらいいの、ここ。遠いのか。あー、もう。おい、撃ったろ今。なんで止まんねえんだよ。いたわね、アネット。逃げ足の速さだけは認めてない。
呆れたしつこさ。いや、あいつなら普通に破れるだろ、あれぐらい。点検報告書9月第2週。新品のリストタグが先ほど到着しました。これでようやく本格的な解体工事に向けた点検作業を実施できます。先日ご報告した焼却炉の異常については、ご心配には及びません。大型ゴミでも残っているのでしょう。この報告書を書き終えたら確認に向かいます。手動かよ。立ち入りにはリストタグが必要です。何もできねえじゃないか。ここの作業員ね。やるじゃないの。私を焼き殺すつもり。あなたに G ウイルスは渡さない。マイコ、どうやったらいいの。あれを狙ってるのは私だけじゃない。知ってるでしょ。道連れがいてよかったわね。どこも反応しないんだけど。いや、マジで何やんのこれ。わかりにくなんだこれ、マジで。ギリギリだな。ゲストアカウントを確認。リストタグの貸し出し期限は10月1日です。期限内に返却してください。た多分無理ね。まだ追いかけっこを続けるつもり。ゲームは終わりよ。あなたの負け。聞いていい？旦那さんは元気かしら？まさか G を独り占めするために殺したとか。面白い考えね。あなたが協力しないならネストに向かうだけよ。やれるものならやってみなさい。感じになった。
エイダ。くそ。エイダ、どこだ。今度は動くのかい。なんでだよ。また下水道やるのか。もうファーストとかセカンドとか関係ねえじゃん。やってることほぼ一緒なんだから。素晴らしい匂いだ。普通にゾンビがいる。いやらしい動きすんな。このクソ野郎。おいおい。お前、まだ来てたのか。あ、4発充填。次は何だ。いるなあいつが。この装備じゃやり合えないよ。何なんだ。いい加減諦めてくんない。卑猥すぎないか。ケーブルカー、ここに。ここか、めんどくせえな。そうだ、キーが何だったかな。結局クレアの時は開けれずじまいだったんだよな。 SZF か。あれ、何もいない。あれ、何もいない。すっげえ警戒してたのに。あ、アネットが見てたところか。彼女はどこに。だから全部掃除が終わってると。ジャズフェスティバル。何は、マグナムな弾か。マグナムな。相変わらずここは壊れたままなのか。嫌な音だ。どこだ。エイダ。
エイタ、今行く。無理ですよ。チェスしなきゃいけないから。これめんどくせえ。ルークはナイトのトン、キングはクイーンと隣接せず、ナイトの正面で最も走った。変わってんな。ケースのマークが間違ってる。ナイトはあそこじゃないよ。分かってるのはポーンだけか。で、ナイトはここじゃないと。ナイトはここじゃないと。で、ここがナイトで、正面にキングか。ストック W870 専用の強化パーツ。重心の保持性が向上することで、射撃とポンプアクションを一連で行え、連射性能を向上させる。よく見るショットガンだ。さあ、工具。クランクか。クレアの書き置き。早えな、お前。どうやって来たんだよ。レオン、私はこれからある場所に向かう。途中で出会った女の子を救うためよ。彼女はとても危険な状態なの。放っておけない。レオンは先に進んで、きっともうすぐ街の外よ。私も絶対に脱出する。だから心配しないで。読書家。すべてのファイルを読む。はい。クレア、どうやって進んできてんだよ。何の謎も解いてないけど。お前、分かんなかった。このクソ野郎だ。やめろ。やめろって、何もやってねえよ。あと一匹か。頭狙えるかな、これ。めちゃくちゃ狙いにくいんだよ。よし。はい、終了。またここ進むのか。どう行けばいいんだ、でも。ここ。クレアみたいな強力な武器ないけど。倒れてんな。さあ、どうやって進んでいくかな。相変わらず撃てないのか、こいつは。何が起きたんだ。まったく最悪の光景だ。みんな、やべ、挟まれた。何やられた今。おい、なんだよそれ。どっちがどっちだよ今。どうなってんだよこれ。おい、ずるすぎねえか今の。火炎放射器。
なんで出てくんだよ今。おい、ちょどうなってんだよこれ。あともう少し。ダッドサイト、ライトニングホーク。素早い照準が可能になる。ん？期待のニューフェイス。ラクーンポリスデパートメント。じゃあラクーン警察にバスケ部があるってことか。ダメだ、電源が先か。